こんにちは、藤原です。今回は銀座徹底解説ということで、街全体の魅力をお伝えするような動画です。今までも銀座の動画っていくつも上げさせてもらっているんですが、日本有数の繁華街、高級商業地区ということで、やっぱり日本ならではの、東京ならではといった雰囲気を感じやすい街ですよね。海外にもよく知られている街ということもありますし、特に今は海外の観光客の方も戻ってきていて、活気あふれる街かなと思います。それはわけで早速紹介していくんですが、もうね画面に景色が映っているかなと思いますが、まず紹介するのは銀座の歩行者天国です。早速銀座の有名な景色が楽しめるかなと思います。この歩行者天国なんですけど、土日祝日のみの開催となっておりまして、この開放は1970年に開始された、何年も時代を超えて銀座を楽しむためのイベントとなっております。特にコロナ禍では実施されていない時期もあったようなので、この景色を見ると改めて賑やかな街が戻ってきたなという印象を受けるかもしれません。続いてはベルギー生まれの高級チョコレート店、ピエール・マルコリーニの銀座店を紹介いたします。なぜここを紹介させていただきたいと思ったかというと、ここは2001年に初のアジアの旗艦店としてオープンしたお店になっており、アジア出身のきっかけにもなったような、そんな場所になっております。実は銀座は海外の有名企業のアジアとか日本1号店が銀座に多いという点がありまして、それもね合わせて紹介させていただきます。例えばスターバックスやマクドナルドなんかも日本進出の時の1号店は銀座からでした。そんな中でピエール・マルコリーニも進出して20年以上お店を構えているということで、そういった背景も面白いかなと思ったので紹介させていただきます。銀座4丁目交差点から歩いてすぐのところにあるこのお店は、なんとなくチョコレートを彷彿させるようなカラーの外観が印象的です。ここは1階はチョコレートをはじめとするお持ち帰りスイーツが購入できるショップとなっておりまして、2階から3階がイートインのカフェスペースとなっております。1階から内装もブラウンを基調としたチョコレートっぽい内装になっていて、ショーケースに入った並んだチョコレートも美しいです。定番のチョコレート以外にもパティスリー、マカロン、アイスクリームのほか、テイクアウト用のエクレアやケーキと、お土産用にも寄りたくなるようなバラエティ豊かなショップが併設されております。今回はせっかくなので2階のカフェを利用させていただきました。営業時間は月曜日から土曜日が11時から20時、日曜日祝日が11時から19時となっております。休日のオープン30分後に行ったんですが、ほぼほぼ席は埋まっている状態で結構賑わっておりましたね。店内もめちゃめちゃ広いというわけではないので、時間だったりタイミングによって結構まったりするのもいいのかなという印象です。2階もチョコレートを彷彿させるような内装に、奥の方にはねバーカウンターのようなものもあったりして、高級チョコレート店っぽい上品さを感じられるようなお店になっております。一方で結構行った時は一人利用も多くいらっしゃったので、割とラフに一人時間ということも過ごせるかなと思います。エクレアやケーキ等のカフェメニューとは別に、銀座店限定でカレーなんかもあったりするので、こちらも合わせてチェックしてみてください。次は歌舞伎座に向かいます。東銀座の方に向かい、築地の方面にね向かって歩くと出てくるのが、あの有名な歌舞伎座です。この豪華なね歌舞伎座の建物は、たくさんの方が見覚えがある見た目かなと思います。ここに関しては日本伝統文化の象徴というか、かなり有名なスポットになるので、耳にしたことはもちろん、何かしら皆さんが知っていることもあるのかなと思うのですが、皆さん行かれたことはありますか？皆さんも、よくご存知の場所かなと思いますが、銀座徹底解説ということで避けては通れないだろうなということで、今回ね一緒に紹介させていただきます。1989年に誕生して以来、明治、大正、昭和、平成、令和にわたって古典演劇を楽しめる、伝える場として存在してきました。その間にたくさんの災禍に見舞われてきましたが、その度に乗り越えて今も存在し続けております。何度か建て替えを経験し、今の歌舞伎座は第5期のもののようです。今お話しした情報は松竹の、ホームページも参考にしてお伝えしております。時代に合わせて少しずつアップデートされているということで、長い歴史が感じられることは、もちろんのことながら、伝統を今の時代にも発信し続けるという厳躍感も感じるなと思うのは、僕だけではないと思います。重厚感のある建物はとてもかっこいいですよね。撮影した日も平日だったんですけども、観覧目的で来ているような方はもちろん、国内外問わずたくさんの観光客っぽいカメラを構えた方々で溢れている賑やかな場所になっております。
ています。ちなみに皆さんは歌舞伎座の演目って見たことありますか？僕はまだないんですが、だいたい1日ね複数回の公演が行われており、チケットもリーズナブルなものだと数千円から見ることもできるようなので、案外ね気軽に行けるようなもんだなと思っております。当日券もあるようなので、銀座に出かけた際に時間があればフラッと行ってみて、映画のような楽しみ方でもできるのかなと思います。またここは観光地でもあるので、歌舞伎座の中はもちろん、地下の東銀座駅直結の部分にはお土産屋さんなんかも併設されております。フラッと見るだけでも楽しい場所かなと思うので、ここ一体で楽しめるのがいいなと改めて思っております。駅直結なので演劇を見るタイミングではなくてもフラッと見に行けるのがねいいのかなと思っております。こういうちょっと違ったデートとかお出かけは新しい価値観が生まれやすいと思っておりますので、おすすめになっております。次がね寿月堂という場所に向かっております。歌舞伎座のね裏側に歌舞伎座タワーというビルがあるんですが、皆さんご存知ですか？歌舞伎座の建物だけではなく、こちらのビルにも見どころがたくさんあるので紹介させていただきます。まずはこのビルの5階にある寿月堂を紹介させていただきます。ここはねお茶や海苔とかスイーツの定番商品をはじめ、歌舞伎座土産も買えるショップが併設されていて、お買い物も楽しむことができます。竹に覆われた空間がかなり特徴的だなと思っておりまして、こちらはね隈研吾さんが設計されておりまして、隈研吾さんがねやっぱ設計されていることもあり、デザイン性を感じる独特な雰囲気が特徴的かなと思います。実際に使用されているこの竹は3000本ほどあるみたいですね。和の雰囲気を感じられる一方で、このちょっと新しさを感じるデザインみたいなのも銀座の街とマッチしてなかなかいいですよね。このお土産屋さんを抜けて奥の奄美どころへ行ってきました。営業時間は10時から18時で、定休日は年中無休になっております。奥に向かうまでもカウンターのお茶が飲める席があったりで、綺麗だなぁと思うと思うんですが、今回は奥の席へ行ってきました。奥の席はガラスの壁と、そのガラス越しに見える日本庭園が印象的な景色が素敵な席になっております。ここめちゃめちゃロケーション良くないですか？ゆったりとした雰囲気の中で外の景色を見ながらお食事もできますし、そんなに座席数も多くないので、賑わいすぎていることもなく、落ち着いた雰囲気の中で過ごすことができます。今回は自家製抹茶のモンブランとドリンクのセットをチョイスいたしました。抹茶が濃くてほろ苦くて結構甘すぎない感じなので、とても食べやすかったです。ケーキ等のスイーツの他にもパスタやお蕎麦といったランチとしても食べられるような食事系もあったので、時間帯によって変えてみてもいいと思います。こういった雰囲気の中食べる和スイーツって絶品だと思いますし、これぞ日本銀座の楽しみ方かなと思っておりますので、テンション上がると思います。そういうこともあって結構観光客の方も多い印象でした。一人で来ている方もいましたし、割とフラッと、行ってみるのもいいかなと思います。今回の、テーマなんですけども、いろんなテーマをね、持って紹介させていただいておりまして、先ほども紹介しましたが、世界的にもね有名な街だからこそ、アジアや日本初出店1号店として銀座にお店を構えているブランドや、昔から銀座にお店を構えて時代を経ても有名で銀座を代表するようなお店、日本の伝統文化を体感できるようなスポット、このような、ね、3軸で紹介させていただいておりまして、見終わった頃には改めて銀座に向かいたくなるような動画になっていると思います。銀座でこそ楽しめるスポットばかりを集めているので、ぜひねこちらも最後まで見ていただきたいなと思っております。銀座の魅力をねなかなかここまで整理整頓しているアカウントはねないかなと我ながら思っておりまして、かなりね密な情報がこの数分で得られると思いますので、なかなかねこうテキストでググったりとかするのは面倒だとは思うんですけども、こういうね動画を見ながらいろんな知識が得られるのはいいなと思っておりますので、ぜひねラジオ感覚でも大丈夫なので聞いていってください。そのままお店を出まして、先ほどお店から見えていた庭園を歩いてきました。店内からの景色が良すぎて、ほとんどの人はね一旦このお庭にも行ってみたくなるんじゃないかなと思います。庭園の広さが450平方メートル
ということで、ビルの屋上にこうした庭園があるのも休憩スポットとしては知っておいて損はないかなと思います。それにしてもここに庭園があるなんて知らなかったなって思う人は多いと思いますし、銀座はねこうした屋上庭園のような休憩所が案外多いので、皆さんね他の動画でも紹介しておりますので、そちらもチェックしてみてください。案外こじんまりしている印象を受けたんですが、緑に囲まれていたりとか芝のような地面になっている場所があったり、この空間の中にいろいろな見どころがギュッと詰まっているのが印象的です。ここはね所々石畳のようになっていたり、竹があしらわれていたり、日本庭園の雰囲気を感じられるようなポイントが所々にあります。銀座に位置するということで結構ビルも多かったりする場所なんですが、結構圧迫感とかもなく過ごしやすいかなと思います。ビルの高いところからということもあるので、街のね騒音なども気にならず、まさに憩いの場所としていい場所かなと思います。続いてもねこのビルの楽しみ方になるんですが、屋上庭園の脇の方に赤い屋根が広がっている場所がありまして、ここをね下っていくと1階下の建物に直結しております。でこちらの建物が歌舞伎座にね関するものが展示されている小さい、資料展みたいになっておりまして、バーッと細長い施設に赤い絨毯が敷かれていて、中も静かですし落ち着いた空間が広がっております。先ほど歌舞伎座の話をしている時に今の建物が第5期という話をしたんですが、第1期から第4期までの歌舞伎座の建物の模型が飾られていたりとか、歴代の歌舞伎役者に関するパネルがあったりとか、歌舞伎座のね歴史をいろんな視点から見ることができる施設になっております。僕自身歌舞伎座そのものに関してはなかなかね知識もないですし、歌舞伎に関しても全く詳しくはないので、日本のこういう文化を知ることができるのが銀座にあるというのはすごく嬉しいポイントかなと思います。こちらはね無料で見ることもできますし、歌舞伎座タワーのお店庭園、こちらのギャラリーとかなり歌舞伎尽くしの時間を過ごせると出来のいいルートかなと思います。次はね資生堂パーラーを紹介させていただきます。銀座にはねたくさんの歴史ある企業が本店を構えているという背景からも、こちらのお店も紹介させていただこうかなと思います。1872年に資生堂が誕生した地銀座に東京銀座資生堂ビルがあるんですが、1階から11階まであって、1階からケーキやクッキーなどが買えるショップ、4階5階のレストラン、10階のガストロノミー、以前銀座デート企画でも紹介した、11階のバー S などいろんなシーンで使えるお店がたくさん入ったビルとなっております。ここはね重厚感高級感をしっかりと感じられるお店ばかりが入っているんですが、今回は3階の資生堂パーラー銀座本店サロンドカフェに行ってきました。営業時間は火曜日から土曜日が11時から21時、日曜日祝日が11時から20時になっております。定休日は月曜日です。今回は平日15時にね訪れたんですけども、先に8組待ちで整理券をもらってから行けました。結構平日でも待つ可能性があると思うので、時間に余裕のある方におすすめかなと思います。発見される URL から LINE 登録ができるようになっていて、順番が近づくと通知が来るようになっています。周辺で買い物しながら待つみたいなこともしやすいのが嬉しいポイントかなと思っておりまして、順番になってエレベーター上がってからいざ入店という形となっております。中は昔ながらの高級な喫茶店サロンというような雰囲気で上品な内装が広がっております。席もテーブル席や片側がソファになっている席があったりとか、席と席とのね間隔が広くゆっくりとした印象です。個人的にはこのテーブルクロスを綺麗に毎回貼り直している様子が職人すぎてじっと見てられました。こちらもねぜひ見てみてほしいんですが、今回は銀座の街並みが見下ろせるような窓側の席をご案内いただきました。この席ね外眺めているだけでも銀座を感じられるのでおすすめです。窓側のねカーテンのふんわりしている感じがとても可愛いので、こちらもチェックしてみてください。今回は夏の恒例となっている真夏のパフェフェアというねメニューをチェックさせていただいて、全て2500円オーバーということで、かな
なりお値段的にも高級感あふれている感じですが、各地の旬の果物がふんだんに使われたパフェは特別な日やご褒美にもってこいだと思いますし、それだけの空間も用意されているので納得かなと思います。それ以外にもプレートのケーキのメニュー等もありましたし、サンドイッチみたいなのもありました。今回は和歌山県産の桃のパフェをチョイスいたしました。めちゃくちゃボリュームがあって、これはテンション上がること間違いないですね。桃がふんだんに使われておりまして、桃一玉食べるぐらい満足感あります。今回は映像に映っているメニューなんですが、これはね第2弾のメニューもあるようなので、不定期的にラインナップが変わっているので、フルーツ好きの方は何回も楽しめるかなと思います。今回このお店をピックした理由が、冒頭にも言ったようなこう歴史を持つお店だったりとか、銀座が本店にあるっていうのがポイントだったりするので、銀座ならではの雰囲気を感じたいよって方には、すごくおすすめです。続いても銀座で古くから愛されている老舗のお店を紹介させていただきます。レンガ亭というね洋食屋さんなんですけど、なんと創業が明治28年ということで、長い長い歴史とともに営業されてきた、これぞ老舗という感じの、洋食屋さんです。数々の洋食メニューを日本で初めて開発されたとも言われているお店で、洋食好きとしては、外せないお店かなと思います。お店の佇まいも、古き良さを感じるような、懐かしさを感じるような、レトロさが、素敵ですよね。ディナータイムが始まるタイミングで行ったんですが、すでに長い列ができており、ギリギリ1巡目で入れたという感じでした。休日は特に行列ができるようなので、予約は受け付けていないお店なので、開店のタイミングがおすすめです。営業時間は基本的には11時15分から15時、17時半から21時となっております。こちらはね手元ののみの撮影なら OK ということで、食事メインで撮影させていただいております。今回オーダーしたのがカツレツ、こちらもね日本のカツレツの元祖と歌われておりまして、歴史のあるメニューとのことだったので頼んでみました。他にもねハヤシライスやフライ系もエビフライやカキフライなど、洋食好きには最高のラインナップです。かなりボリュームがあるカツレツで、よく食べる方でも大満足の量かなと思います。気軽に100年以上の歴史あるお店で食事を楽しみたいって方におすすめです。続いては三井ガーデンホテル銀座プレミアを紹介させていただきます。特にロビーとバーの紹介をさせていただきます。どうしてこの動画の中でこちらのホテルを紹介させていただくかということなんですが、三井ガーデンホテルはこの銀座エリアに3つほどあります。どれもね銀座の景色をとても綺麗に見ることができるという点で、銀座を感じやすい場所ということでピックさせていただきました。今回行った三井ガーデンホテル銀座プレミアはコンセプトがサイレントクオリティ、大人のためのプライベート空間ということで、とてもスタイリッシュで大人の空間を楽しむことができます。16階のロビーは降りた瞬間にこの景色に圧倒された方も多いと思いますが、東京タワーがドンと真ん中に見えるようになっていて、他にもベイエリアや綺麗に見えるようになっております。この日は、なかなかねちょっと天気もすごいいい日ではなかったので見えなかったんですが、天気のいい日は、富士山も見えるみたいです。ここは夕方とか夜景もねすごく綺麗に見えるので、こちらもおすすめです。続いてはフロントの奥にあるバー、カクテルカリンへ向かいます。こちらはね宿泊していなくても利用可能だそうです。営業時間は17時から26時になっております。店内は正面に大きく存在感のあるカウンターと、奥の小上がりになっている方のテーブル席があります。店名の理由が、この存在感のあるカウンターが、天然の、ね、木の、名前がカリンというね、ものが使用されておりまして、それから来ているそうです。どっしりとしたねこのカウンターがとてもかっこいいので見どころかなと思います。カウンター越しにも、先ほどのロビーとはまた違った方面の銀座の景色が見えるようになっていて、窓側のね、和風なインテリア越しに見える景色も、すごく素敵かなと思います。こちらもね夕方とか日が落ちるタイミングが、素敵なので、注目してみてください。日が落ちる前から飲むっていうのも、なかなか贅沢だと思うので、夕日のね、手前から飲むっていうのもおすすめです。今回は一杯のみの利用ですが、モヒートをチョイスしております。メニューもかなりの数の、メニューがありまして、すごいねカクテルの数も多いので悩むかなと思います。ホテルの利用がなくてもこの辺りで飲んでいる時の2軒目や早い時間からの0軒目などにもおすすめです。ホテルのロビーからの景色とセットでバーでも最高の体験ができると思います。このホテルはですね海外のお客さんも多い印象だったんですが、確かにそれも納得で、ザ東京という景色で大満足だなと思います。開放感があふれるこのロビーはソファーとかも結構置いてあって、
ってゆっくりできるロビーとなっております。もちろん宿泊もおすすめなので、銀座でゆっくりショッピングを楽しみたいとか、荷物を置きながら銀座の街を歩きたいとか、銀座をねゆっくりゆったりとした時間を過ごして、そんなにね何個も観光地を巡るわけでもなく、ホテル中心で楽しみたいって方にもすごくおすすめかなと思います。続いては銀座6の13階にある屋上庭園を紹介させていただきます。こちらはね以前も紹介させていただいているんですけども、その際は夜の夜景をお届けいたしましたので、今回は昼の景色をお届けいたします。まず銀座6なんですけども、この庭園に行くまでのエスカレーターや各フロアから見える天井からぶら下がっている吹き抜けのアート、気になったことある方いませんか？これはね定期的に変わるようになっておりまして、今回ね先ほど映っていたものは昨年の秋から来年の春まで展示予定のものだそうです。定期的に変わるので何度行っても楽しめるのがいいなと思っております。庭園へはエレベーターで13階まで上がってから、通じる階段を登っていきます。約1200坪というね銀座最大の庭園で、かなり広いですし、ビルの上にこんなに緑が広がっているのをね知らないのは本当もったいないかなと思います。前回同様人もまばらで、まさに休憩憩いの場としてはうってつけかなと思います。中央に芝生や噴水のような水が流れているところがあるので、涼しげですし、夏場でも、影ができている部分も多いので、直射日光を避けながら過ごすこともできます。最高です。またねここの景色のいいところは、なんといっても銀座を見下ろして全体の景色が綺麗に見えるところですね。今まで通ってきた大通りも見えますし、数々のお店もここから見ることができます。銀座以外にも東京タワーやスカイツリー、レインボーブリッジなども見ることができまして、訪れた日は日中だったんですけども、若干曇っていたのでレインボーブリッジとかは見づらかったんですが、夜はね光っているものが目立つ時間帯になりますので、建物のね隙間からでも見えやすいかなと思います。建物に沿って庭園が広がっているので、かなり歩いても広いなと感じると思いますし、食後のお腹鳴らしとかにもねちょうどいい広さかなと思います。ところどころベンチもあるので、例えば食後のカフェでここを利用したりとか、地下1階にいろいろね食品が売られているコーナーもあったりするので、そこでね商品を買ってここで休憩がてらお茶をしたり、結構楽しみ方の幅も広がると思います。ここはね7時から23時とかなり朝早くから夜遅くまで空いておりますので、自分たちのねいいタイミングでぜひ行ってみてほしいなと思っております。なかなか銀座でこういう無料スポットって、知らない方がね実は多いと思いますので、藤原ライフを見ている方はねこういう銀座の無料スポット、ちょいちょいとね紹介しておりますので、ここの場所以外にも他のね銀座の動画も見てもらって、いろんな楽しみ方を、模索したりとか、お得にね銀座を楽しむっていう点でもいろんな動画を見てもらいたいなと思っております。銀座の、飲み屋の紹介も今までたくさんしておりますし、銀座のアフタヌーンティーとか、銀座のホテル紹介とか、銀座のデートスポットに関してはもう何個も何個も、紹介すぎて、正直レパートリー皆さん、増えすぎちゃってるんじゃないかなと思うぐらい、あると思います。銀座のレパートリー増えていると思いますが、まだ物足りないよって方、どしどしリクエストいただければ、その飲み屋が欲しいのか、ランチが欲しいのか、カフェが欲しいのかリクエストいただければ、もっともっとね銀座についての動画上げようと僕は思っておりますので、ぜひリクエストいただきたいなと思います。今回のような徹底解説系がねすごくいいよと思ってくれた方、銀座以外にもね紹介しようかなと思っている部分もあるので、ぜひね銀座以外のここの徹底解説してほしいとか、実は渋谷よく行くけど渋谷の歴史知らないなみたいなとかもあったりとかするかもしれないので、皆さんのねこう実は知りたかったと思っていた場所、教えていただければもうね、また調べて紹介させていただきたいので、ぜひねそちらのリクエストもいただけたらいいなと思っております。実際この銀座徹底解説どうでしたか？結構、自由にね紹介させていただいておりますが、なかなかね深く今まで得たことないような知識とか、今までねこう見ることなかったとこもあったと思うので、コメント欄でね感想お待ちしております。最後はね銀座の夜景になっております。かなりいろいろ紹介しましたが、やっぱりなんだかんだね一番、この街をね象徴するのは、この銀座の、大通りの雰囲気だったりするのではないかなと思います。昼間の映像でお届けした大通りの雰囲気とは打って変わって、ガラッと大人な街
の印象になると思いません？昼間は子供連れとかファミリーが多いのも印象的ですが、夜は仕事終わりの社会人っぽい人も増えて、雰囲気がかなり変わっていくのもこの街の面白いところかなと思います。よく象徴としても出てくるこの時計台はね、今の形となったのが1932年で、かなり長くにわたってこの街のシンボルとしてここにあり続けております。40メートル近くもあるということで、こちらの時計台はねかなり印象的ですよね。周りの観光客の多くもカメラを向けている印象が、ありますね。でこの時計台をはじめ、夜になったら余計幻想的な雰囲気になるのが、本当に銀座の特徴的で、どの通りもタクシーでいっぱいになるので、そのランプで、こう道一面がキラキラしていたりとか、建物の中のね光がぼやけている感じとか、とても、ね、綺麗です。ハイブランドのお店も多いですし、展示がねこう光り輝いているのもねテンション上がるかなと思います。最初に日本有数の繁華街、高級商業施設というねお話をしたと思いますが、まさにその空気感を感じられる夜の銀座、歩くだけでもテンション上がると思いますので、歩くだけでも楽しみに行けるのかなと思います。もちろんねそれ以上にねいろんな体験ができる場所もたくさんの場所がありますので、ぜひ、他の動画も見ていただき、銀座、夜の銀座含め、楽しんでいただきたいなと思います。いろいろ銀座の楽しみ方たくさんあったと思いますので、皆様ね、自分のライフスタイルやお仕事とのね兼ね合いも加味しながら、自分なりのね銀座の楽しみ方を模索できればいいのかなと、僕は思っております。銀座本当腐るほど、多くのね動画を出しておりますので、この動画で満足いかなかったというあなた、絶対にそっちも見てください。それでね満足しない人は、ちょっと異常だなと思うほど動画紹介しておりますので、そちらも合わせてチェックよろしくお願いいたします。皆さん最後にお知らせです。少しだけお時間いただけますでしょうか。渋谷某所に住所非公開の会員制カフェバーをオープンいたしました。会員制なんて敷居が高くて自分には関係ないと思う方も多いかなと思いますが、全く新しいタイプの会員制カフェバーとしてオープンしております。日中はカフェ、夜はバーとしての2つの表情を持ちます。カフェタイムはバリスタが入れる希少なスペシャリティコーヒーを楽しみながら、リモートワークも可能です。 Wi-Fi と電源完備ということもあり、使い勝手が魅力です。バータイムではオリジナルカクテルを楽しみながら、思い思いの時間を心ゆくまでお過ごしいただけます。スタッフに声をかけていただければ、モクテルの提供も可能なので、お酒が苦手な方でも安心して気軽に過ごすことができます。最後に僕の思いを語らせてください。僕は YouTube の発信を通してお客様との関わりが一度きりで終わりのお店が溢れていると感じています。そんな寂しい短期的な消費ではなく、お客様と長い関係を築くためには、会員制という形がお客様と長く深い関係を築けると考え、ユニンはお客様と一生関わっていくサードプレスを目指しています。現在会員募集は常に募集しているわけではなく、不定期で募集をしております。会員になりたいとお考えの方はユニン公式 LINE からご案内させていただきますので、 LINE にてご登録いただきお待ちください。またこの YouTube で再募集始まりましたなどのご案内はいたしませんので、公式 LINE にご登録いただかないと再募集のタイミングがわからなくなっております。ぜひ LINE 登録は無料ですのでご登録お待ちしております。普段あまり言わないので知らない方も多いかなと思いますが、実は会員制のクローズドメディアをやっています。なんだよそれって思いますよね。軽く説明します。サービス内容はメイン4つです。 1. YouTube で紹介していない場所を会員さん限定で紹介。これは単純に僕が普段行きまくっているお店は YouTube では非公開にしているんですが、このクローズドメディアでは何も躊躇なく紹介しております。 2. 藤原にデートなどの質問を月に1回 OK です。僕からの情報発信だけではなく、今あなたが知りたいあなたのためだけの情報を届けます。 3. 東京中心に全国3500箇所掲載されている Google マップの共有です。僕の夢は皆さんがどこに行こうと観光、デート、会食、お友達や一人での時間を楽しめるようにすることです。そんな際にこのマップ超便利です。 4.オフラインイベントの参加権利。約2ヶ月に1回開催しているイベントがあります。ここから皆さん友達が増えたりとか、カフェ一緒に行く友達が増えたり、飲み友達が増えたりしています。特に地方出身の方は東京でお友達作る機会なかなかないですよね。そんな皆様のきっかけ作りお手伝いさせてください。はい、そんな感じのサービス内容になっております。クローズドメディアは常に募集しているサービスではありません。ただここまで見ていただいている方には、次回募集時一番早くお伝えしたいという思いがあります。公式 LINE からお知らせをさせていただいておりますので、 LINE のご登録無料ですので、概要欄からぜひご登録お願いいたします。